さて、今日の、うわぁ、これはどういうことでしょう。いけてるのかな。ちょっと綺麗に取り外せるかわかりませんが、やってみます。しかし、ノリ偉大ですね。ノリのおかげでこの裏を取り外すのはめっちゃ楽になりました。じゃあちょっと残りも綺麗にしていきます。じゃーん、完成したのがこちらです。まあ、これ実は以前このアストンのマイクのスタンドで、まあ、以前作ったモデルの、まあ、改良版なんですけど、改良版といってもこれ自身も1個印刷してたんですけど、実は、もう一個のアストンの方にネズミさんが使ってるアストン用に使ってて、僕はこの旧バージョン、一番最初に作った方のこのストレートなアングルの、まあ、アストンのスタンド使ったんですけど、やっぱこの改良版の方が使い勝手良かったんですよね。なんでちょっと、これに切り替えたいなと思って、新たなプリンターでもう一回改めて印刷し直しました。実はこの最近この足元ちょっと今この片付けてる過程でテーブルにいろいろなアームつけてたんですけど、これやっぱなんだかんだ結構ごちゃごちゃするんですよね。だからやっぱちょっとシンプルにしたいなと思って、取り外したものをいきなり捨てるのも忍びないんで、足元にこうドンと置きっぱなしにしてたんですけど、まあ、3D プリンター復活させたモチベーションの一つが、まあ、こういうものを作ってって、ああいうなんかアーム的なものをなくしてシンプルにしたいなと思ってたんで、こんな感じになっております。さあ、ちょっとこれが、元々のやつですね。こんな感じで、バージョン1の時は、まあ、素直にこの、まあ、垂直にこのアストンをマウントできるようにしてたんですが、まあ、やっぱちょっと角度的に口がもうちょっと顔が上から来るので、こう音が斜めに入ってくるっていうのと、あとこの下のケーブルがこう結構折り曲がっちゃうんですよね。これもちょっと気持ち悪いなと思って、あとやっぱ最初はこのくらいで、維持できてたんですけど、だんだんなんか緩くなって下に落ちてきちゃって、確かこれ PLA 素材で作ってたと思うんですけど、まあ今回ちょっとより、強度のある PETG 素材にしてみたんで、それでここら辺のこう緩みももしかしたら改善できるんじゃないかなと思って、まあ第2弾の、バージョン2を、印刷してみました。じゃあちょっと実際にこれを変えてみると、全く同じデータのサイズでやったはずなのに、やっぱりかなりきついんですよね。ここがしっかりなってて全然ずれ落ちてこないっていう、この下の部分で想定してた時は最初ここら辺で押さえ込めるといいなと思ってたんで、特にこう引っかかりとかはないんですけど、純粋にこの圧力だけでぴったり押さえ込めるといいなと思ったんですけど、一応今のところはここで収まってて、かつこのケーブルもいい感じにちょっと余裕ができて、かつ角度ができたんで、これで、で、顔もちょっと上から来てもちょうどいい具合に、マイクに正面に、音が入ってくるような感じになると思うので、これ結構結果的にこういい感じにこう、ショックアブゾーバーみたいにもなってて、ほんとこれ割れながらうまく作ったなって感じで、ちょっとそろそろこういう自作の、印刷物もまた再開したいなと思ってます。ただなんかフュージョンの使い方ほんと完全に忘れたんで、なんかまた一から勉強し直さなきゃなと思っているところです。おはようございます、ドリキンです。さあ、今日はちょっとまた出社日なんですが、出社する前に、散歩がてらに一回リネアに行って、そこから出社するっていう、ちょっとルート的には完全に一回南に行ってさらに上に上がるみたいな感じなんですけど、まあ運動がてらってことで一旦リネアに向かっております。おお、ちょうど今ヘリが飛び立つ瞬間ですね。結構すごいです。
音がこんな感じです。おー、 UCSF ヘリコプター。あ、なんか噂のセントラルがついにオープンしてるという噂を先日浜崎さんに教えてもらったんですけど、やってますね。やってるよ、誰も今んとこいないですけど、行ってみてもいいけど、また飲んでて。おー、こんな感じですね。どうでしょうか。なんか今あの中の人に手招きされたんですけど、ちょっと今日はやっぱりリネアに行こうと思います。わー、ここのこの駐車場と思われるビルもめっちゃ出来上がってますね。いつも反対側から散歩に行くんでこっち側から見えてなかったですけど、壁がもうすごい勢いで出来上がってます。さあ、なんだかんだ言って安定のリネアにやってまいりました。豆もちょうど買っておきたいですね。お、なんか豆充実してますね。ディカフ一択ですが豆買ってこう。さらに言えば4月の19日だよ。でしょ、うん、今日何日知らない21日だよ。でもそんなあれよね、この間なんかもう前の日のやつって。そうだね、2日前だよね。え、でかいっす。奥が気になるけどね、奥とか下手したら20日とかで。あードーナツ買ってしまいました。これがあって買わずにはいられません。うわ、なんか気づいたらだんだんまた人が集まってきました。時間帯ですかね。ちなみに今回僕が買った豆はですね、プチ秘宝、4月12、14日です。そんなに新しくなかったですね。ディカフ人気ないのかな。さあ、じゃあちょっとこっから、今ネズミさんと別れてリネアからあれちょっと南の西の方なんですけど、もう一回こう戻って今度北に向かってオフィスにそのまま行きます。今日結構歩くことになると思うんですが、ちょっと健康的に行きたいなと思ってます。で、ですね、気づいた方いらっしゃると思うんですけど、今日実は、シネマティックモード、今までこの iPhone であのシネマティックモード搭載されてもこれそもそも 4K 撮れないし俺には使わんみたいな感じ、僕には関係ないだろうと思って、無視してたんですけど、まあ今のこの iPhone で Vlog 撮ろう、強化月間か週間か分かりませんが、このモチベーションが高いうちにちょっとシネマモードもシネマティックモードももうちょっと使ってみようかなと思っております。でもってもうちょっと声の分離で多分いい感じにされてると思うんですけど、カン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 始まりましたね。恐れていたことがついに始まってしまいました。カンカン問題、これまだまだ相当柱立ってるんで、なんかどのくらい続くんでしょうか。少なくとも数ヶ月単位は行きそうな気がしてちょっと怖いですね。見てください、あの完全にあの今立ってる柱たちが多分あれ入れ込むだけじゃダメで、さらにそれを何回かあの積み重ねて刺していくと思うんで、この数を多分何セットかやると思うんですよね。結構時間かかりそうな気がします。でちょっとこのシネマティックモードを使いこなすためもあの意味も含めて、ちょっと最近 YouTube であの他の方の YouTuber がシネマティックモードの解説とか実際に活用されてるのとかを結構、あとアップルのまあ公式サイトのあの iPhone で撮ってます動画シリーズの
しかもそれのこう裏側見せますっていう、それが結構今ちょっと車が危なかったです。今車がアップルの、YouTube チャンネルで結構これ iPhone で撮ってますドヤシリーズがあるんですけど、それのビハインドザシーンみたいな撮影裏側みたいなやつも結構アップロードされてて、あれも多くは語ってないんですけど、あれどうやって撮ってるのかをすごい解析するのが結構楽しくて、何度も何度も見てたんですけど、やっぱシネマティックモードいいなと思うのは、まさにこのインカメラの自撮りなんですよね。シネマティックモードになることで、もちろん 4K が 2K に落ちるんですけど、その代わりに、まず手ブレ補正強力になるし、あとなんか多分暗所性能がすごい良くなる気がするんですよね。まあ、良くなってるというか、なんか、ボケ見でごまかされてるのかわかんないですけど、結構インカメラ特有の、なんかちょっとノイズ感とか、なんかそういう画質の低下が結構ごまかせる気がしてるんで、自撮りインカメラ使うときに、シネマティックモードで撮るのは一ついい使い方なのかなと。ちょっとまあ、わかんないですけど、今それの実験で、これを撮ってたりします。わぁ、また、近場でカン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 聞くと、結構辛いですね。これはね、これはまた動画的には結構綺麗に声取れちゃってると思うんですけど、自分的にはもう今ちょっと耳塞ぎたくなるレベルで結構うるさいです。さっきまでめっちゃ寒かったんですけど、急に日が出てきて温度が上がってきたんで、この GoPro ウィンドブレーカーを抜きます。これめっちゃいいんですよ。ただ一方でこのシネマティックモード、なんかやっぱりちょっと懸念はあって、これクオリティ的な懸念っていうよりは、やっぱりこの iPhone のオペレーションにして、なんかこう、もうほんと罠なんですけど、iPhone で本当に何も考えずにガンガン撮っていくと、めっちゃほんと、今までだったらこうちょっとめんどくさがっちゃうようなところでも、もうほんと気軽に、だから Vlog、その日常を切り取るっていうのがものすごいしやすくなって、やっぱ iPhone 素晴らしいと思うんですけど、なんかこれまあ僕の属性的な罠かもしれないですけど、こんなに簡単に撮れていいのっていうか、なんかちょっともっとこう使いこなしてる自分を楽しみたいみたいなのが出てきちゃって、なんか余分にいろんなことやりたくなっちゃうんですよね。でも実際には何も考えずに、もう全部 iPhone に任せておけば、もう色味からフォーカスから何からもう完璧に全部 iPhone の方でやってくれるっていうのが、まあ iPhone カメラで iPhone Vlog の多分最大の醍醐味だと思うんですけど、なんかいろいろなことをやりたくなってきて、本当にこんな簡単でいいのみたいな、こんな楽しちゃっていいのっていうところの、まあジレンマが出てきたりするんですが、このシネマティックモードに関しては、やっぱり結構フォーカスをコントロールしなきゃいけないっていう作業が出てくるんで、まあこれを朝の3D プリンターで出来上がったところを撮ってたところも、実際シネマティックモードを撮ってみたんですけど、やっぱ撮影時に結構ピントずれ、フォーカスずれるのが気になったりして、まあもちろんファイナルカットになったから、今ファイナルカットだと、このシネマティックモードのフォーカスを後で変えられるみたいなんですよね。まだ一回もやったことないんで今日うまくいくかわかんないんですけど、ただ、後処理系は本当に、めんどくさいんで、やっぱ Vlog その場で、できるだけ最終形態に近いものをその場で撮りたいっていう観点からすると、なんか言ってることを話してることが全て矛盾してる気もしますが、お前どっちなんだって感じなんですけど、楽はしたいんですけど、だからそのちょっとしたフォーカスの後調整とかを編集時でやるコストがどのくらい見合うのかっていうか、うまくできるのかっていうのが勘どころがまだ全然わかんなくてですね、ちょっと使いこなせるかどうかを、だから今も今日も
あのシネマティックモードだけで撮ってるわけじゃなくて、使ったり使わなかったりを非常に織り交ぜながら撮影してたりはします。ちょっとずつちょっとずつやっていくのが一番いいと思うので、なんか全編シネマティックモードで完全に編集時にフォーカスコントロールしようとか思うと絶対やらなくなっちゃうと思うんで、ちょっと使いどころを絞りながらやっております。ていうか今上着脱いだ途端に今度また日が陰ってめっちゃ風吹いてきたんですけど、もうこのサンフランシスコの気候がコロコロ変わりすぎて本当に読めないんですけど、これさすがにさっきのあそこの海沿いずっと自撮りで歩いてたシーンって音本当にちゃんと取れてるのかめっちゃ不安です。声の分離機能が本当すごいんですけど、まだなんかあの若干こう狐に包まれた気分というか、それも本当にこんなに楽していいのみたいなところがあって、なんかね急に技術の進化が一定のレベルをガッて超えた瞬間にいきなりこの Vlog 撮影がお手軽になりすぎて、ちょっと今まだこう体が完全に消化しきれてない感じありますよね。動揺を隠しきれません。さあオフィス近づいてきましたが、日はまた出てきたんですけど風が強いですね。とりあえずちょっと出社してまた帰りに Vlog 再開したいと思います。うわ、今仕事終わって帰るところですが、終わってはいなかった。見てください、このやっぱりここに定常円のタイヤマーク出てますね。さあちょっとこっちにこの抜け道を通って、向こう側に渡りたいと思います。帰り際ちょっとガスズで買い出ししてから帰りたい感じです。もうほぼ開通してもおかしくないんですが、なぜかこっち側はまだ歩けないようになってますね。まだ完全に完成はしてない感じですかね。フェンスが風の強さでフェンスが完全にやばいことになってます。何気にガスズ本当久々です。さあじゃあ買い出し。うわ、めっちゃでかいビーツありますね。ビーツでかっ。こっちのビーツにします。いやいや、また大量です。